眼科専門医の平松です。今日は緑内障の方にまぶたを温めることをおすすめする理由をお話ししようと思います。まぶたを温めることでまぶたの油の分泌が良くなって涙の質が改善します。緑内障の方の場合は緑内障のお薬を使われています。それには副作用として目に傷がつきやすくなったり疲れやすくなるというデメリットもあります。それを和らげてくれるのがまぶたを温めることです。ですから目薬を使われている方の場合、まぶたを温めることでそういう副作用を防ぐことができます。それだけでなく、緑内障は目の血流の悪さも一つの原因と言われています。まぶたを温めれば目全体への血流も良くなりますので、そういう意味で病気を悪くしない、少しでも良くする意味で温めるのがいいことだと思います。温める方法としてはいろいろありますけれども、どの方法をとってもいいですから、まぶたを温めて目の質を良くしてあげるということが将来的にいいこととなりますので、1日2日で終わらず長い期間しっかりとやっていただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。